養護共有に向いている人は子どもが好き人と関わることが好き人とコミュニケーションを取れる人が向いていると思います養護共有になる人がの多くは子どもが好きっていう人が多くいますが子どもだけではありません保護者や教員スクールカウンセラーお医者さんさまざまな大人と関わりますので大勢の人と適切に コミュニケーションが取れる人が向いてます。もう一つ、勉強が好きっていうことも大切です。養護教員も学校の先生ですので、勉強が嫌いでは困ります。また、養護教員の仕事というのは医療に直結していますので、常に最新情報を自分で入手しようとする気持ち、学び続けていこうという気持ちの持っている人が大切です。私は、 用語共有コースを担当しています、下村純子と申します。タッチには心と体を癒す力があると題して私がこれまでに行ってきた研究の一部を紹介します。ここでは3部構成としまして、1、はじめに、2、用語共有とタッチ3つの疑問、そして3、もっと詳しく知りたい方へ、この3つのテーマでお話をしていきたいと思います。この動画を通して 少しでも養護教諭の仕事そして私の行っている研究テーマである養護教諭とタッチについて関心を持っていただければうれしいなと思っています。最初に私自身の自己紹介をしたいと思います。私は24年間愛知県の高等学校の保健室で養護教諭として働いておりました。13年前に 本学に着任し、その後現在に至るまで、養護教育を目指す学生さんたちの指導にあたっています。養護教育って皆さんは知ってますか養護教育とはいわゆる保健室の先生で、養護の先生とか保健の先生と呼ばれている人です。子供たちが健やかに育っていくために、健康管理や健康教育をしている、 そういうい先生です現在ではさまざまな問題いじめや虐待不登校また現在コロナ感染症にあるようにこの感染症の問題や SNS の問題など子どもたちに関わる課題は山積しています。そういうものに対しての対応ということで養護教諭に求められる役割はますます増えています。 こうした中でも、養護教諭は、子供たちが学校で怪我をしたとき、体調が悪くなったときなど、保健室にて応急手当をしています。こうした手当の際、養護教諭は必要に応じて、子どもたちに触れています。病気や怪我をして、子供たちが保健室に行くと、養護教諭はゆっくりとお話を聞いてあげたり、大丈夫だよ、と、 背中をなぜてあげたり手首を触って脈拍を測ってあげたりそういう確認をしていますもちろん絆創膏を貼ったり包帯巻いたりするときにも子供たちに触れてますねこのように用語教諭は日常的に子供の体に触れています子供たちの中には私たち大人が想像もできないような 過酷な状況に置かれている子どもも大勢いますそのような時、横に座って大丈夫だよ、よく頑張ったね、などと言いながら背中をさすってあげたりもしていますこのように体に触れること、いわゆるタッチは痛みの軽減、また精神の安定に大変効果があると言われ医療や介護の現場でも研究が進んでいるものです しかしこれだけ多くの機会に養護教諭は子供たちに触っているにもかかわらず養護教諭のタッチ研究というのは進んでいません研究が進んでいないということはその実践を検証することもできませんし若い養護教諭を育てるための養成教育にもつながりません根拠に基づいたエビデンスに基づく タッチができることっていうのはこれからの子どもたちに対応するためにも大切なことになります。こうした理由から私は養護教育のタッチについて研究を始めてきました。最初は数名の養護教育に関する研究者で行っていましたグループも徐々に仲間を増やし心理学、統計学、私学などの大勢の研究者を 仲間に加えることができまして現在ではさまざまな方面から検討することができていますその結果こちらに示したように日本の論文が外国の雑誌に掲載されたりこちらにありますように国内の学会誌にも4本以上掲載されました学会発表も数多く行ってきました特に海外では 用語教諭という制度そのものが大変珍しい存在ですので日本の用語教諭という存在を伝えるためにもタッチの研究発表を精力的に行ってきました。ここに示したのはカナダのエドモントン、チェコのプラハ、ポルトガルのブラガで発表した研究成果になります。 さてそれではこれまでに行ってきたさまざまな研究成果をもとに3つの疑問に分けて解説をしていきたいと思います。1つ目は用語教諭はどののようにししててタッチしているのという疑問2つ目はタッチすると体にどんな影響があるのという疑問3つ目はタッチする時の注意点はという疑問これらについて順番に説明をしていきます。 疑問その1です。用語教育はどのようにタッチするのです。あなたの通っている高校には用語教育の先生いらっしゃいますよね。その用語教育の先生は子供たちにタッチしてますかどうでしょうあまりタッチしていないなって思うかもしれませんね。そこで私どもは実際に用語教育の先生方の に調査をしましたのでその調査結果をもとにご説明したいと思います最初に小中高等学校の養護教員の先生に行ったアンケート調査について報告します質問したのは普段子どもに対して触れる関わりと言葉による関わりをどの程度行ってますかというものですその際10センチの直線を引き 一番左側をしない一番右側をするというふうに書き自分がタッチをよくしているなと思ったら右側に近いところあまりタッチしてないなと思えば左側に近いところに感覚的に丸をつけてもらいます。これはビジュアルアナログスケールというふうに研究手法で心理学の研究などではよく用いられている方法です。 ここに示しました丸、これを市内に近いところにありますが、これを定規でし、引きますと2センチのところになります。ですので、このケースの場合は2点というふうになります。これを380名の養護教員の先生に回答してもらい、勤務している小中高校別に分類し、それぞれの平均値を出しました。あなたは 小中高どこの用語教諭が一番子供に触れていると思いますかこれは結果です用語教諭の触れるとそして言葉の関わりについて見てみましょうまずは言葉の関わりについて見ましょうどの講師も9.1前後となっています10点満点なので 9.1とか9.2という数字はかなり高いですね養護教員の先生はそれだけ子どもとケースでたくさんお話をしているのでしょう一方、触れる関わりの方を見てください触れる場合においては一番高いのが小学校の6.9一番低いのが高等学校の5.2でしょうかこのように 小さいうちは、養護教育の先生は子供に対して触れることができていますが、中学、高校と成長するにつれて、なかなか触れにくくなっている状況がわかります。私自身、高校の養護教育をしていましたので、なかなか生徒には触れずに来ていました。この結果を見て、あ、皆さん、他の養護教育も一緒だったんだなっていうふうに感じました。では、何の目的で、 養護教諭はタッチをしているのでしょうか養護教諭の行うタッチにはおおむねこちらの四つの目的があります我々の研究で四つに分類することができました一つ目は子どもが泣いていたり怯えていたりするときにそっと背中をなでてよく頑張ったねとかつらかったねと言いながらをするタッチです これを私たちは触れることによって心理面に働きかけようとするタッチとして共感的タッチと名付けました。二つ目は教育的タッチです。教室に戻ろうとするとき、保健室から出ようとするとき、背中を叩いて頑張っておいでよと励ますためのタッチ。これは学校の先生ならではのタッチだと言えます。 3つ目は処置的タッチです。身体的な問題にアプローチし心身の苦痛を和らげてあげるためのタッチ。例えばお腹が痛いのねと言いながらお腹をさすってあげたりベッドやソファーに移動する時にそっと手を添えてあげたりするタッチ。これも養護教員の先生ならではのタッチかと言えます。4つ目は道具的なタッチです。養護診断を実践する時のタッチで。 手を道具に見立てて脈拍を測ったり熱感を感じたり腫れ具合を見たりするそういうタッチですそこで実際に保健室を訪問して用語教育が子供に対応する場面を確認することにしました訪問した学校は小学校8校中学校3校の合計11校ですそれぞれの学校に午前10時から午後3時までの合計5時間子供が 用語教諭に手当てしててもらっている姿を観察しビデオで録画しましまた。養護教諭に手当てをしてもらえる場面は全部で106回そのうち子どもにタッチしている場面は301回ありましたタッチしている体の部位を確認しましたところ小学校では子どもの手背中肩が多く 中学校では背中、肩、上腕の順でした。肩とか背中などが多いようでした。先ほど紹介しましたタッチの目的別で言えば脈拍を測ったり、熱感を感じたりするような道具的なタッチや背中を手で当てて大丈夫だよって言ってあげるような共感的タッチが多いようでした。このように用語教諭は 体の状態をチェックするだけではなく精神的な安定をもたらすためにタッチをしているようです。その他で分かったことは、養護教諭がタッチしている場所は診察台や処置台。養護教諭が子供の前に立つ際は正面ではなく斜め前が多いことが分かりました。また、 座っているよりも立っているケースが多いということがわかりましたこのように養護教諭はさまざまな機会に保健室で子どもにタッチしているという状況が見て取れました養護教諭は少子化に伴い人数が増えることはないかもしれませんでも求められる役割は ますます多くなっていきます現に現在コロナ感染症のために子どもたちの中には換気やまたマスクの励行など様々な健康問題を気にしなければいけなくなりましたそういう点では我々はいつも臨機応変にその時その時の社会情勢をいち早く察知してそして子どもたちに求められるニーズを把握しながら 対応していきそして、えー、教育をしていかなければいけないなっていうのを思ってます続いて疑問にタッチすると体にどんな影響があるのということについてお話をしていきます最近はタッチケアとかセルフマッサージなどといってタッチの効果が医療や介護の現場で用いられるようになりましたこのタッチの効果について メカニズムも含めてお話をしていきたいと思います。ここに示してある写真は、私が4年前にスウェーデンに行き、ストックホルムの幼稚園で、タッチ教育の一環を見せていただいたものです。スウェーデンではタッチ教育が大変盛んで、この写真にあるように子供同士がお互いの背中を触ったり、先生に触ってもらったりする、 こういうような活動が日常的に行われていることが分かりました。タッチをすると体の中から出てくるホルモン、これがオキシトシンといいます。あなたはオキシトシンって聞いたことありますかオキシトシンというホルモンは幸せホルモンとか愛情ホルモンなどと呼ばれて癒される気持ち、幸せな気持ちにしてくれる 大変不思議なホルモンです。私たちすべての人にこのホルモンはそんなわっています。まず私たちが人に触ったりすると、その皮膚の刺激が脳に伝わり、それが床下部の神経細胞を経て、下垂体紅葉からオキシトシンが分泌されるようです。このオキシトシンには、 他者への警戒心を一時的に緩めて他者への接近行動を可能とするそんな作用があるようです。母子の絆にも影響するホルモンなので絆ホルモンなどとも呼ばれているようです。またストレスや痛みを感じた時に出るコルチゾールという物質を抑え込んでくれる仕事もします。ではどのぐらい触ればよいのでしょうか いくらタッチが良いものだと言っても長く触れば良いというものではありません一般的には5分間タッチすることで10分程度持続するというふうに言われておりますそういえばアニマルセラピーって皆さんは聞いたことありますか動物などの毛を触ることによってオキシトシンの分泌を高めるなんていうふうな報告もあります高齢者施設などでは 犬とか猫などの動物を触ることによって、オキシトシンの分泌を促進させている、そんなような実践も行われているようです。さらに言えば、触るだけではなくて、触られる人にもオキシトシンが出るようですよ。このようにタッチすることで、体に及ぼす影響、変化というものは様々あります。 私たちも自分たちができる何か実験をしてみたいと思い、まずは皮膚の温度が本当に暖かくなるかどうかを確認してみようと思い、この実験を始めました。まず、当てるタッチがどのぐらい背中の温度を高めているのかを確認してみました。研究方法はここに示しているような形になります。22歳から23歳の女性19人に対して、 養護共有経験者が約800グラムの荷重で背中の中央に右手を動かさない状態で30秒間当てました先ほど5分間手を当てているとウキシトシンを高めるというふうにお伝えしましたが日々毎日保健室に大勢の子どもが来る中で一人の子どもに5分間も手を当てているのは現実的ではありませんよねですので、えー 一般的には、用語教諭は子供に対して30秒間も手を当てていればもう十分すぎるほどになってしまいます。現実に即した状況で実験をしてみました。そして、当てるだけではなくて、察する場合にはどうだろうかということで、察するタッチについても実験をしてみました。方法は先ほどと同じです。部位は左右の肩甲骨の中間部分を視点とし、 背中の中央を右手で上下に30秒間20回の速さでさすりましたこれは一般的な養護教諭が実際に子どもに行っているスピードということで実際に即した形でやってみましたこれが測定時の様子です左のカメラのような形をしているものがサーモグラフィーを撮影できる装置 右側の上の写真がサーモをしているサーモグラフィーの実写の写真です。下のがサーモグラフィーの温度別の写真となります。赤色に近づいている方が暖かく、青色に近づいている青色っぽいものが冷たい状況になります。最近はよく見られる装置ですが、この実験を行った当初はあまり出回っておらず、 この器具の使い方あるいは分析方法など大変苦労した覚えがあります。下のサーモグラフィーの画像をご覧ください。ちょうど30秒間手を当てていた状態の画像です。手の当たっている部分を含む背中全体が赤くなってますね。このように手のひら全体は大変暖かくなってます。えー、少し見づらいと思いますがこの手の 親指の先、そして手のひら、そして中指の先の3箇所で温度測定をしてみました。その結果がこちらになります。当てるタッチの皮膚温の変化を見ましたところ、タッチの前からタッチの後、1分半90秒後まで10秒後ずつ温度の変化を見てみました。 タッチの前の状況を0度に変換し、どのぐらい増えたか減ったかを示したものがこちらのグラフになります。親指の先が一番高くなるのが分かってますね。親指の先ではタッチ、わずか30秒間のタッチであっても3度近くまで上昇していることが分かります。では、さするタッチではいかがでしょうか さする方は実は触れている時間そのものが短いせいか当てるよりりも温度が高くなりませんでした一番高い親指の先であっても1 2度程度にしか上がらず私たち研究者はさする方が摩擦によって熱くなるんだろうと思っての実験だったのですが予想に反して さするよりも当てるタッチの方が暖かいということが分かりました。ちなみにこの写真見てください。左側がタッチ中で右側はタッチ直後です。右側の写真にはもう手が触れてませんよね。それであっても手の形が白く高い温度を示す白色でくっきりと浮かんでいます。やはり それだけ手が温かいんだっていうことが分かりますね。今回は当てるタッチ、刺するタッチだけを調べましたが今後については叩くタッチその他についても調べていきたいと思っています。また私たちは脳への影響も調べてみました。用語教諭が手を当てることによって気持ちいいなとか嬉しいな っていう感覚によって脳の血流に何か変化があるのではないかと思いそれを本学の私学部附属病院にある光トポグラフィーニルスというものをこの大掛かりな器具を使って検査をいたしましたこの写真はその検査中の風景です対象者は先ほどとほぼ同じ女性19名で背中の中央部を動かさない状態で 30秒間当てそしてそれを当てた時とやめた時当てた時とやめた時というふうに繰り返しそしてその変化があるかを確認をいたしました右側の脳の赤色の部分が一つありますがそこの部分がタッチをすることに血流量に変化があるなんていうところが見えて きましたこの結果はプロスワンという論文に掲載されていますので、もしも興味があったら、ぜひお読みいただければと思います。最後の疑問、その3です。タッチするときの注意点についてお話ししたいと思います。触ることはとってもいいという話を先ほどまでしてきました。でも、どんなときでも触ってもいいのでしょうか 実はそうではないのです。この注意点について説明をしていきます。タッチをする際に一番大切なことはトークから始まるタッチです。触れる行為、タッチとは言語的なコミュニケーションのその先にあります。いきなり知らない人がすっ黙って触ってきたら誰でもびっくりしますよね。まずは言葉による コミュニケーション、例えば、うなずく、共感する、傾聴する、質問する、などの会話で信頼関係を構築してから、その先にタッチをすることが必要です。そして、触る前に、触ってもいいちょっと触るねなどの合図をすることが大切です。このスライドは、エスターブロックとモーゼラが 書いた論文の一つになりますが、タッチのプロセスの中には、やはりトークから始まると書いています。その際、触ってもいいかなちょっと触るねというような合図。ここではキューイングと書いてありますが、この合図を送ることが何よりも大切で、あなたの大切なパーソナル,パーソナルスペースに入るよ。入ってもいいと聞くこと。 これが大切だと述べています。もう一つは適切な距離を考えようです。子供との距離はとても大切です。私たちには人それぞれ自分にとって心地よい距離というものがあります。その心地よい距離、パーソナルスペースというのは人によって異なります。私と あなたも違うかもしれません。だから初対面であったり、よく知らない人にとっては、少しいきなり近づいたり、いきなり触ったりはしたくないし、皆さんもしないですよね。初対面であっても時間をかけて、相手のことが分かってくれば、おのずと距離が縮まるものです。焦らず徐々に信頼関係を構築して、 物理的な距離を縮めることが大切ですちなみにアメリカの人類学者エドワード・ホールという方がいらっしゃいますがこの方は相手の表情が読み取れる適切な距離というのを個体距離近接層というふうにおっしゃっておりその距離は大体4 5センチから7 5センチだというふうに言っております。まあ親子の関係ではない養護教諭と子ども そういう関係でしたら最低でもこの45センチから75センチという距離は必要でしょう。ここまで触れることでオキシトシンが高まる話をしてきました。でも私たちの中には触れることが苦手な人もいます。発達障害のお子さんもそうですし皮膚の感覚が敏感な人もいますよね。自分が平気だからといって他人の人も大丈夫だろうと思って 触ることを強要したり、むやみに触ろうとするのは間違いです。いくらよかれと思ってタッチしても、心地よくなるどころか、嫌悪感を抱かれてしまっては、仕方がないですよね。それでは、触れないとオキシトシンは出ないのでしょうかそうではありません。実は触れなくてもオキシトシンが出る方法があります。 レズリー・セルツアラの論文によれば、信頼している人からの心のこもった声かけも、オキシトシンの分泌に有効だと言われています。直接触れることのできない、遠くに離れた人とか、触れることに嫌悪感を抱く人、まだ信頼関係ができていない人に対しては、声かけや会話でも良いのです。何でもタッチすれば良いのではなく、 目の前にいる人、相手のことを気遣う気持ちが何よりも大事なのです。ここまで私が行ってきた研究の一部を紹介しました。タッチの研究もまだまだ奥が深く、多くの研究者が論文を出したり、本を出版したりしています。私が関わった関連論文を PDF として掲載しておきますので、 興味のある方はぜひご覧ください。また先ほど紹介したタッチをすることで脳の血流量の変化のあるそういう論文も PDF として掲載しておきます。全文英語ですけれどぜひチャレンジしてみてくださいね。タッチの研究これからも続きます。さらに研究を続けて 子供たちがより良い環境で学校教育を受けが受けられるように私どもは支援していきたいと思います。この動画を見て少しでも養護教育の活動、また触れるタッチの効果について興味を持っていただければ私も大変嬉しく思っています。なお、ここで使用した画像すべては私の卒業生らが作ったものです。 ご静聴ありがとうございました私は高校3年生の時に養護教員になろうと思う前に本当は保健体育の教員になろうと思っていました私は中学校の時から陸上部の選手として部活一筋の生活をしていましたので割とスポーツは何でもできたので よし絶対に保健体育の教員となって、えー、子どもたちに体育の授業をしようって思っていたのですが残念なことに私は体操競技が全くできず側転逆立ちそして跳び箱ができずにああこれでは子どもたちの前で見本が見せれないなってそう思ってやむなく体操体育の教員になるのをやめました。 でも同じように体のことを健康の大切さを伝えられるのならということで養護教員になりました。